はいはい、あのゴルフがうまいのと、うん、スコアがいいのって、うん、イコールなのかな。ゴルフがうまいのとスコアが、うん、それはイコールだけど、うん、ショットがうまいのとゴルフがうまいのは全然イコールじゃない。ショットがうまいのとゴルフがうまいの、それ関係ない。関係ない、別、関係ない、関係ない、全く関係ない。あ、じゃあ、まあまあ、全くってことはないけど関係ない。あ、じゃあその定義を知りたいな。ゴルフがうまいっていうのと、ショットがうまいっていうのは、うん、まずどういう意味なのかっていう。要はショットがうまいって機械と一緒、ショットとショットをつなげられないこと、一打を打つのはうまい。だからこっからあそこに打ってとかはうまい。だけど池があります、バンカーあります、風吹いてます、雨降ってますに弱い。だ、対応ができない。だから練習場世界チャンピオンだよねストレートボール打ったり自分の思い通りのショットをこういうところで打つのはめちゃくちゃうまい。 それはショットがうまい。だけどゴルフうまい人ってそれ関係ないから、細かいその場の状況に的確に対応する人はゴルフがうまい。傾斜、ライ、天気、状況ね、打つ方向とかね。ゴルフがうまいイコールとかスコアがいいってこと。スコアがいい、うん、でスコアを良くするには、うん、その状況に応じて打てなきゃいけない。そう、ついさっきも本当にこれ偶然だけど、たけちゃんとか上田さん先輩いるんだけど、うん、3人のグループラインがあって、そこで全く同じ話してた。そうなの。いきなりそういう話になったの。まあ、きっかけはあるんだけどそういう話になって、たまたまそういう話今 LINE でしてた。そうなんだ、うん、やっぱプロでもなそういう話になんだ。なる。だからショットが上手くてもスコアは絶対良くなるとは限らないし、うん、ゴルフが上手かったらゴルフが上手いんだからスコアは良くなる。ただその人はショットが上手くないかもしれないし。あ、そう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 、まあ、本当大げさ極端な話、全部ゴロで、うん、グリーンにベタピン、ピンにベタピンにつけて、うん、そのパットが入れば、うん、要はバーディーみたいなことよ。だからナイスショットはいらない。狙って打つけど、うん、別にそんなのは出なくたっていいっていう。だからどこまで想定してるかっていうのも大事だし、それも前の動画でも言ってるし、スイングだけ求めてもダメだしっていうこと。そう、だからレッスンはスイングを教わるんじゃなくてゴルフを教わった方がいい。そうか。そう、だからゴルフを教えてくれる先生に教わった方がゴルフは上手くなる。俺でもなんかレッスンってスイングを教わるイメージあるね。あるでしょ。ある、あるでしょ。ある、ある。教わんなくても全然いい。ゴルフを教わった方がいいから。でもさ、うん、こういうところで習うじゃん。うん。こういうところで習ってゴルフも習えるもんだ。その状況を習えるじゃん。習える、習える。そうね。例えば、ここノーマルだとするじゃない。したら、こことか、ここ自分が動かないでボールだけ動かすじゃない。うんうん、これをどう打つかってこと。そう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 、それも、まあ、うちら当て勘なんだけど、うん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 、言っちゃえば全部含めれば当て勘になっちゃうからね、ライに対しては、うん、だからあとはじゃあどこからどこまで曲げてみてだとか、どの高さに打ってとか、例えば今8番持ってるけど8番で僕は150前後打つんだけど125ヤード打ってとか、そういうことをこうやったりとかね。確かにフルショットしか練習しない感じする。そうでしょ、うん、前もなアイアンかなんかの動画で言ったけど、その番手のフルショットだけ練習してたって何の意味もないというか、上達はあまりしないというか、強弱も練習しないといけない、ね、そう、そう、コースでフルショットぴったりの距離残るってことは本当稀だから、うんうん、それよりもこれで何ヤードを打てるっていう練習した方が上達は早い。違う番手でもやんなきゃいけない。そう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 、ただドライバーはどこまで打っちゃうと OB がある池があるとかってない限りはドライバーだけはある程度ずっと同じ力感で振るじゃない、はい、それ以外だよね。前言ってたくじ引いて出た番手だけで、うん、そう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 、ちょっとそれ知らない人いるからちょっと解説して。ね、僕がアメリカに来た時にパームスプリングスに3年いたんですけど、年に1回雨降るか降らないかぐらいの場所なんですよ。そういうとこなんで雨が降ったらゴルフやんないですみんな。なんで日本人の僕たちはそれでもゴルフしに行ったんですよ。したらそのカートを借りるところで、もう今日お前らだけだから俺ら帰るからカート勝手に使って返しといて回ってくれって言われたんですよ。そう、それでそんなんじゃ普通に回っても面白くないなってことで、僕が行ってたところは T 取り放題だったんで、 T のボール乗せるあのへこんでるところに1番からサンドウェッジ、まあパターまで14本 T を並べて全一番って書いてコップの中にガチャって入れたんですよ。で、T ショットからそのくじを引いて、その出たクラブで一打を打たなきゃいけない。そしたらセカンド行ったらまた引いて、ってやってたんですよ。だからそういう感覚的に絶対ありえない番手で
打つゴルフも面白いなと思ったんですよ。ちょっとやってみていただきたいですね。やれないね、日本じゃ。無理だね。無理だね。でもそういうことでしょ。そう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 。ティーショットでさ、パターは出ちゃうかもしれない。うん、可能性ある。全然なんないけど。そうだね、そうだね。壊れちゃうかもしれないしね。そう。で、14本ティーを入れたんだけど、うん、それでも面白くないと思って、うん、15本目、うん、何も書いてないティーを入れた、うん。それを引いたら、クラブを触ってから3秒で打たなきゃいけないっていう。文字を引いたら、もう1個引くわけじゃん、番手のくじを。そう。そう、それで、出た番手を考えて、で抜いてもう3秒で打たなきゃいけないっていう。そう、そういうのもあった。そう。で、それが3秒以上経ったら2打罰。で考えられないし。そう。調整もできない。調整もできない。素振りもできない。そう。そう。だからそういう感じで、だからもう感覚よね。そういう風に磨くわけだ、感覚。そう。俺1番ホール、うん、ティーショットサンドウェッジ2打目ピッチング出たんだけど、2打目170ヤードぐらい残ってたんだけど、ピッチングで乗ったからね。乗せたんだ。そう。こうやってやってこうやって打ったけど、ビラの中にコースがあって、ずっと両サイド家がある、はいはい、そう。だから家の上からこうやってフックで回してたから、ね、そう、それぐらいねじった。多分ピッチング持ってたけど7番ぐらいのこういうロフトで打った感じ。そうだ、そういうことがありました。だからそういうのも含めて、ショットがうまいのとゴルフがうまいので、その1年間やり続けたらスコアは絶対変わってきちゃう。これはでもほぼほぼみんなに当てはまると思うよね。そうするとやっぱあれなの、コースに行っていろんな状況を経験してる方がゴルフがうまくなる。絶対絶対。そう、だから練習場の数よりもコースの数行ってる人の方がやっぱりスコアはいいんじゃないかな、ね、そう、離れね。いや、言っても芝だから、ね、やっぱりコースの位置だ芝生の位置だって全然違うからね。パターンもそういうとこある。それラインの読み、それはもう経験、それはもう場数ですよ。それ以外ないんじゃない、教えようがないもんね。だ、俺っていう言い方おかしいけど、よく疑問に思うことは、ハウスキャディーさんつけるじゃない。これ決してキャディーさんの文句とか自分の文句とかじゃなくて、これどれぐらい切れますっていう会話って絶対1日に1回は 100% 聞くと思うんだよね。プレイヤーがキャディーさんに LINE を聞くのよ。そうで、例えば右カップ縁ですとか傾斜がちょっとあってね、それってキャディーさんも本人もどの強さで打つって言ってない会話なのよ。はいはい。そう、だからジャストタッチなのか打ち抜くのかわからない中で、そこに打ってくれって言ってるわけじゃない。だから本当は当てはまんないのよ。そうだね。そう、強さが決まんないと。そうなの、ラインが決まんないと。そう、これ本当ね、強さが決まんないとラインが決まんないって、これプロの言葉です。登録は知ってましたね。いや、前パターン言ってた。あ、覚えてること自体がすごい。そう、そうなの。強さが決まらないとラインが決まらないじゃん。そうだね、曲がり具合が違うもんね。そう、そうなの。それ答えなんだけど、うん、それ、そう、だからどの強さで打つかっていうのもあるんだけど、でもハウスキャディさんってほとんどの方が、てかほぼ全員、うん、やっぱりプレイヤーにカップインしてほしいのよ、うん、だから薄めに言うの、薄めに言う方が多いの。そう、膨らましすぎて抜けるよりは、うん、多少下行ったとしても、うん、カップに向かわせるタッチのラインを言う方は多い。それはもう入ってほしいっていう、うん、だからみんなそういう風に思ってくださるキャディーさんが多いから、だからね、わざわざこう詳しく膨らまして大きくっていう方って結構少ない。試合の時は、うん、キャディーさんに聞くことあった？さすがにない。あ、いや、あるあるある、あるんだ。あるあるある。どうしても分かんない時とか、うん、自信がない時、うん、LINE を聞いてんじゃないんだけど言葉を発してほしい時に LINE 聞いたりする時もあるし、そうそうそう、だからあと後押しポンってしてほしいとかね、なるほど、右縁でいいですよねって聞き方をするとかね、そうするといいですよって言ったらよしってなる。あ、そういうこと、うん、そういうのもあるし、そう、だからタッチって重要だよね。ジャストタッチだったら見た分よりもちょっと膨らませるとか、うん、そういうのがね、ハウスキャディーさんって専属じゃないからしょうがないけど、専属で一日その人だけにつくって言ったら、そういうやり取りもした方がいいかもしれない。経験なんだね。経験、ほんとグリーンはね、やっぱり速さ、見た目、傾斜もそうだけど、そういうので変わってくるし、
だから一回ポンって打った感じでやっぱ経験豊富な人は次のパットとかはやっぱ合いやすいね、単純ね。えでも、で経験なんだけど、うん、それでもなんか判断してるはずだから、それはまた多分言語化できるはずだ、うん、判断してる、今言ったじゃん、何の項目を自分で考えてるかは多分まだ自覚してないから、書き出してったらスピード、スピード、ボールのスピード、転がるスピードとか、うん、今言ったじゃん、芝がどうとか、あ芝、うん、いろいろ言ったじゃん、うん、だからあるんだよ絶対項目が、それはいつか、ちょっと待って、俺モヤモヤする、いや言ったじゃん今それでいい、そういう、ああその時何をパターンの時見てるのか、ああそういうことね、それ後で動画にした方がいい、オッケーオッケー、でも経験があってこそだけどね、あうん、けどそうだ、ね、何にも知らない人からしたら何見ればいいか分かんないじゃん、そうだね、そうだね、うん、うん、そうだから、そういうのはヒントでね、うん、教えてあげたらいいのかなと、一つクラブハウスとかコースにまだ入ってないけどコースが見えるところってあるじゃない、クラブハウスからコース見える、その時にヘアウェイよりもグリーンが緑に見えたらめっちゃ重いから、いいグリーンってヘアウェイより茶色く見えるから、真夏でも枯れてるとかじゃないよ、地肌が見えてるっぽい色をしてる、そういうグリーンはうーわ早そうだなと思うだけどヘアウェイと同色か、うん、それよりも綺麗に見える、うん、遠くから見た時に、うん、綺麗に遠くから見えるグリーンはマンオだから、だいたい色がねちょっとね薄茶色っぽく茶緑ぐらいに見えると、うん、いいグリーンだよね、素人からね、やったことない人からすると真緑がね、なんか綺麗に見える ね、そう、あんまね大きな声じゃ言えないけど、先週のインペリアやばかったなどうやば、ま、うんとね、俺多分経験上一番長い芝生のグリーンだよ、ただ前の日からレッスンの当日まで激雨だったの、だから枯れなかった、だってレッスンに来たお客様がえって言ったから俺じゃないよ、そう俺もえって思ったよ、うん、だけどしょうがないなと、グリーンキーパーさんとかコース管理課の方もやりたいけどできないことってあるからね、経験です、言語化必要なんですけど、とりあえずそう経験を積んで判断できるもの、判断材料を増やした方がいいよね、パッと見て飛ぶラフ飛ばないラフとかね、そうフライヤーするラフをしないラフとか、そうそれで番手がね3番手とか変わるから大事故になるじゃない、3番手やってたらね40ヤード近いから、そういうのがね結構あるね、やっぱり今回はですねゴルフがうまいのかショットがうまいのかっていうことをですね、トール君質問してきてくれてですね、そのことについて回答していきました、経験の言語化って大事ですよね頑張ります、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします、最後までご視聴ありがとうございました。